やっぱ、すがすがしい一日にしたいよな。すがすがしさってやっぱ朝が大事だと思うんだ。朝いかに過ごすかによって、その日一日の全てが決まると言っても過言ではない。今日のうんこちゃんはちょっと落ち着きが違うなって思った人、正解です。昨日あの後若干練習してきました。やっぱ鍛錬っていうのは自分、なんか人に自信をつけさせるな。今日の俺は違う。落ち着いている。見えてる。実況をしている俺を見ながら今プレイしてます。意味わかんねえだろ。幽体離脱して後ろから見て。それぐらい落ち着き払った。鼻声なのはマジで今起きたばっかりだから。一心の国。一心の国取りから2014年。それも全部覚えるから。これちなみに、セリフ全部覚えるっていうノルマもあるから、赤色のセリフ全部覚える。でそれを映画化して俺がかなりの収益を得る。変なボタン押さないぞ。これもなんかもう突っ込んでいけそうだけどな、ピャーっつって。RTA 見てたら突っ込んで言ってたけどな。で、イチローも言ってたんだけど、プレッシャーがかからないにしよう、プレッシャーをかけないようにしよう。それダメなんだって。どんな状況でもプレッシャーかかるから、あえてそれをかけてみようと。俺はこの赤炉にもし赤鬼クリアできなかったらお父さんの命かけます。僕の、俺が死ぬわけにいかないから。うちの親父ゆい、もうたった一人の家族の命かけるわ。いやそれぐらいの覚悟というか、いやもう姉ちゃんが嫁いじゃったから。今回は重みが違うぞ。これしか間違えてお守り渡しちゃったらそのままやらなきゃいけないっていう、そういうレギュレーションも追加されました。いいぞ。その縛りで空が死んだらしい。そんな悲しい過去があったんだな、俺とゲーム実況の間には。そういえばなんか過去に自分の犬の命をかけながらやったことがあったりなかったりした気がするわ。おい、それ見えづらいぞ。マジやめてな、マジやめてな、いらねえぞそれ。赤炉のさ RTA 見たらさ空飛んでたわ。てか空を泳いでた。意味わかんねえだろ。でも俺はありのままの事実をさ喋っただけだ。なんか空をビュンビュンって泳いでクリアしてた。で1時間ぐらいでクリアしてた。なんかポリゴンの中に空、水中で泳ぎながらポリゴンの中に突っ込んでって、その水中の判定を消さずにずっと泳いでた。はい、さあ本日の腕試し、ゲンちゃん戦。ここでいい成績を残せばゲンみくじ、ゲンみくじ引こうぜ。
な真剣打ち。うまい。おい無理だろあれ、もう体が怖がっちゃって、もうこわばっちゃって、もう厳密時に。お前このデラ弾こうとしない。やばいな、厳密時がなんかいい、あれ弾けなかったね。で、あの鈴なんだけど取らない。本当は取りたいんだよ。みんなに過去のあれ見せてあげたいんだけど、命が一番大事だからね。あぶね。今 KOF98 の慎吾みたいな声出てたね。これ分かるやつ一人だけ世界に。はい、位置は全部把握してるよ。本当に把握してるのか。把握してる。ちゃんと取ろっか。これ倒す意味あると思う？意味のあるなしでやってないんだよ俺このゲームを。よし、そうか、火牛もいんのか。いや今は鬼だけ考えよう。鬼のこと考えて生きていくぞ。だいぶでもクレバーに立ち回れてんじゃない。本日は今宵のうんこちゃんは。いや爆竹取れば楽って言うけどさ、やべ、爆竹取るまでが大変だよ。うわー余計なダメージ食らっちゃった。位置をなんかちゃんと把握していきたいよね。俺拾い忘れてるアイテムある。えい、いいね。で先に何してんだ何してんだ何してんだ。いやいやそれ拾おうぜ。手裏剣リング拾って、そんでこっち来て、これ仏頂仏から仏返りすると。はい、鈴のババアの近くで爆竹買えるショップがある。あーなんか後ろ振り返っ、ああるね、赤鬼の前にあるな。おオッケーオッケー買おう。だってさ、別に縛りもなんもねえんだから。手に そうだよな。たださ、俺自身がさあんまりそのアイテムとか義手人形を使ってなかったから、それが若干怖いところではある。ただ新しいことに挑戦していかないと絶対に勝てない。
あ、そっか、金かかるのか。え、無理じゃん。じゃあ、まあ、普通にやったら負けないんだよ。ここいつも引っかかんない俺。ここの引っかかりがうざい。この狩りと呼ぼう。赤色の狩り。あぶねえ。なんか昨日はさ、ここも調子悪かったよな。全部弾けなくていい。で、時におねちゃきも必要。回復させる。そう？そう？いけ？あぶねえ！で、回復させて終わりだ。オッケー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 。そしたらですよ、どうしましょうか。一旦戻ろっか。あ、そうか、こいつまで倒して戻るんだった。しくじった。昨日よりは だいぶ安定してるね。さあ、氷炭よこせや。あ、てか仏渡りすればいいのか。エマちゃんとも戦いてんだよな、本当は。ん？あれ？もらってなくない？あれ？では、ま、え？ああ、なるほどなるほど。止まってなかったか、休息してなかったか。おーし、行くぞー。まだ体起きてねえからな、もうちょっとやらなきゃダメだぞ。もうちょいやらに、やらにゃダメだ。何あの謎のチャボ。あのチャボには俺喧嘩恨めよ。あのチャボに喧嘩売っていいこと一つもなし。そして鈴取っていいこと一つもなし。そして俺落ちるリスクもある。完璧。やばい、なんか不吉な予感がする。あまり動けてない。ん？こっちじゃない。こう来て、ここ上行って、この後ろ側に多分ショップがあるの。さあ、なんだかんだで、ただ金ねえもんな。一回こうしといて。あ、ちょっと待てよ。あ、まだスキル触れないんだ。これで無限息アップすればいいんじゃねえの。13ポイント貯め続けて。危ね。
なんかいいアイテムねえかな。おい、アイテムかと思ったんじゃないか、うせろ。やだな、行きたくねえ。なんでこんなに赤鬼倒せるだろう。なんで俺赤鬼倒せないの、理由は。赤鬼が俺より勝ってることなんてないだろう。よし行くぞ。さあ本日の赤鬼チャンス。苦手意識なくせ、大丈夫だぞ。つってって。喋っちゃダメだ。実況者であるということを一度忘れなきゃいけない。俺はただ単純にもう一回来る。で最後に来ないんだったら一発。もう無理しない。で掴み攻撃一発。無理しない。ドロップキックは2発。1、2。叩きつけ一発。それでいい。1じゃあ、ああダメ、それ1、2だったら一発。お前それ大丈夫、みんな回線あるから。おい、起き上がりで駒投げしてくんじゃねえよ。今の起き上がりの駒投げ絶対避けれねえだろ、あんなジャンプで避けれねえんだから。みんな、おい、あ、ちょっと待って、ちょっと。せ、まだ死んでない、まだ死んでない、まだ死んでない。あ、危ねえ、危ねえ。絶対勝てる。いや、落ち着けば勝てる。落ち着け、一回。違うだろ、練習通りに、こっちに戻れ。よし、こっち、こっち。危ねえ、仕切り直せ。うわ、2発。いや、それ余計なんだろう。俺にはこういう選択肢もあるんだ、みんな。この選択肢、この勇気の選択肢どうですか、皆さん。この選択肢取れるやつは伸びるよ。これをできるかできないかで、ね、もうほんと赤色だいぶ変わってくるからな。言ったよな、レギュレーションで。死なない。死なないということが大事だと。よし。おーし、はい、回線溜まった。死なないことがマジで大事なんで。いや、これマジで大事。だってね、そんなルールどこにもないからね。で、なおかつ、これでだんだんスキルもレベルアップしていく。そういう判断ができるやつが勝つからな。え、ここまで。絶対にさ、いや、あのジャンプ掴み投げ、杉内俊也じゃない？股関節を怪我する前の杉内俊也なんだよ、あれ。それな。なんでここに隙間作ったんだよ。おい、ここの隙間作ったやつちょっとさ、センスなくない？女の100人が100人ハマるだろう。ここは行こうか。あんなの絶対ハマるよな、あの隙間。赤色のへそと呼ぼう、あそこ。いやー、出た。いや、なんでここに隙間作んないで。それダメ。あ、ちょっと待って。
こいつ一番強いだろボスの中で。ダメ、ここで戦ってると落とされる。落ちろ。あー、それマジっすか。強いじゃねえかよ。